教授らさの茶碗を下がって面相でよいうねうもんじ深さやよ茶の島で茶たちあいびいびうんたんざんうんたんざためたがはるかいはい、さあ、イーグス水曜中華ナビラ、インタンジャ出番ですよ。時間となりました。時計の針は11を回りまして、4月の8日水曜日、旧暦のうちなわ組では2月の8日の土曜日。はい。お送りしていきます。ユンタンジャ出番ですよ。今日も1時間お付き合いいただきたいと思いますが、さて、なんか冷たくなってきましたね。もうなんかこう、まあ、冷たいというか、寒いというかね、私も今日半袖来たんですけど、ちょっと失敗したなっていう感じでね、風がまた強くなりまして、外に出るとね、寒い。そんな感じしますね。はい。しかしながらこの天気、この何日かね、やっぱ続いていくようでございましてですね、なんかこう大和の方も雪降ったりとかいうことでございまして、寒気が降りてきてるっていうことをね、ニュースとかでも話されておりましたけれども、はい。お天気の方もね、先ほど沖縄気象台発表の天気予報、はい。違うや、これ5時だ。11時は来てないかな。来てないですね。今朝5時の発表の天気によりますと、日中の最高気温それでも24度までは上がるということなんですけどもね、お天気の方はこの後 30%、 そして、降水確率は 30% から 20%、 そして夜は 50% ということでございましてね、一時雨になる予定となっているということでございます。はい。でも風邪いかないようにね、本当に気をつけてお過ごしいただきたいというふうに思います。やっとうちの日上雪なんかもね、治りかけてきてるんですが、なんかこう他のスタッフになんか菌が映ってるのか分かりませんけど、なんかみんなこう、マスクをするようになってきましたのでね、皆さんも気をつけてお過ごしいただきたいと思います。それではインタンジャー出番です。1時間お付き合いください。お相手は中曽根智晴です。さあ、お送りしていきます。ユンタンジャ出番ですよ。今日もゲストを迎えて1時間お付き合いは中曽根智晴でございますよ。いたしく逃げ攻めろという感じなんですけどもね。さあ、今日の水曜日、まあ、この BGM が聞こえてくるとね、毎週そうなんですけども、この方がゲストに入ります。はい、ホテル日光アリビラから参りましたウリュウでございます。よろしくお願いいたします。ウリュウさん、はい、はい、なんか寒くなりましたね。寒いです。ジャケット着てますね今日ね。うちを出て、うん、あんまり寒いのでまたうち戻ってね俺も戻って撮ってくればよかったなって思ったぐらいですよ。本当にね、風強くてちょっと心配だったんですけどもね。はい。さて今日もね、はい、こんななんか寒さなんか関係ねえよというぐらいの言わんばかりの方がゲストに、はい、そうですね、入っていただけるということで、はい、読谷漁業協同組合から前田明さん、はい、よろしくお願いいたします。前田さん、はい、おはようございます。読谷漁協の前田です。前田さん、海は寒かった？海はですね、今日は結構風強いです ね、 ね、今日北風が強くて波も、はあ、結構高くなってるんです、はい、今日予想ではね、波の高さも4メートル、まあ、後3メートルということなんですけど、はい、結構波も高いっていう感じがするわけなんですけども、今日はね、まあ、海の男前田明が、海が大好きな前田明はい、寮には出ないんですけどね。だよね、だよね、はい、俺今それ言いたかったわけ、はい、海の男って言ったから失敗したなと思ったんだけど、食べるのはね好きなんですけど、船酔いするんです。えそうなんですよ。マジっすか。はい、ありえない人、この人漁協の職員でありながら、はい、船に寄ってしまうもんで。そうなんだ、はい、もっぱら食べる専門で。定置網もですか。定置網はそんなに時間かからないんで、うんうんうん、まあ、なんとか定置網は行って帰ってくるぐらいは、はい、そのぐらいは大丈夫です。今日の波の高さ4メートルとかになってくるとやばいでしょ。だってやばいですね、やっぱり量も危ないですね、はい、あ、なんかでもあれだな、FM 読みたんでは前田明さんという漁協の前田さんは海中というイメージがあって、なんかこう
まあ、この後番組放送内でも多分かかるんだろうと思うんですけどね、兄弟船とかね、はい、あの曲が流れるともう残念ながらFMみたいなスタッフは全員ともですね、はい、前田明思い出すんですよみんなえ前田さん出るのかなみたいなスタジオを覗いてしまうというリクエストがかかってくると ね、やってましたからね。そうなんですよね、もともとパーソナリティでしたからね。そうなんです、はい、そうなんですか、まあ、この辺で今日はね、はい、ちょっと昔の話もね少し織り交ぜながらやっていきたいなと思っております。楽しみです。ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、前田さん、前田さんのなんかアリビラの思い出みたいなのありますか？そうですね、漁協とあのアリビラの方とはですね、まあ、海のですね、はい、レジャーの方で、読谷漁協の、まあ、県内でも珍しい、大型定置網を持ってまして、はいはい、 そうですよね、うん、でその定置観光の方ですね、うんうん、アリベラさんの方と、うん、一緒になって、集客の方もしてもらっているし、あと定置網観光、はいはい、あと釣りの方ですね、はい、そうです、釣りの方も、はい、案内してもらっているし、あと、まあ、全国的にも珍しいですね、うん、唯一漁協の方で、はい、ジンベエザメを飼ってまして、ね、そう、これも本当 ね珍しいんですけど、読谷村ではジンベエザメを飼ってる、飼っているんだよと、美ら海水族館ではないのにね、そう、海で飼ってましてね、放し飼いじゃないんだよね、ちゃんとね。そうなんですね。でそれはまあ、うん、ダイビングとあと、うん、ガラスボートの方で、はいはいはい、見れるようになってまして、すごいね、まあ、漁協でありながら、うん、こういったレジャーの観光の方もですね、あ、すごいすごい、やってますんで、アリビラさんとの音はもうね、なるほどね、はい、これお客様びっくりするでしょ、ウリさん。びっくりします ねやっぱすごい感動されますよね。他にはないので。ないですよね。ないですからね、はい、普通にほらね、シュノーキリングとかね、はい、グラスボートでこう、はい、うん、海底中を見る、海の中を見るっていうのはあるかもしれないけど、うん、そこにジンベエザメが泳いでるっていうのはね、もう驚きですよ。すごいですよ。美ら海水族館であの、うんうん、ジンベエザメすごいでしょ、大きいでしょ、すごいよ ね、 ね、あれをもう間近で一緒に見えるわけですから、はい、すごいね、うん、もうぜひね、ユミタン、このジンベエザメを見るツアーはもう隠れツアーだね。あんだけ美ら海水族館に行ってる人たちが多分知らないでしょうね。知らないですよね、残念ながら。そうですね、地元の方でも、はい、残念ながら知らない方もいらっしゃってですね本当ね、はい、なんかこれ起爆剤になるんじゃないかなと思うんですけど ね、 すごいですよね。もったいないですよね。もったいないですね。ぜひね、アリビラ宿泊の際は、ね、漁協のこのジンベエザメ見学ツアーもね、参加いただきたいと。そうですね、はい、もう年間でもアリビラの方からはたくさんの方がですね、知ってる、読谷漁協の方に出してもらいまして、はい、でね、いろんな体験をしてもらってですね、ですごい思い出になったということで、うんうん、本当にたまにお便りも来ましてですね、はい、本当に嬉しいですね。はい、ぜひともね、はい、足を運んでいただきたいと思いますが、さて、ウリさん、はい、ホテルコアリビラ、はい、4月に入りまして、はい、先週はそのアリビーさんもね、はい、アリビーさんって、はい、アリビーも、はい、1年経ったということで、はい、先輩になったということでね、はい、ありましたけども、はい、どうですか、4月に入りまして、はい、ホテル側の方は、まあ、ホテルの方は相変わらずの高稼働です ね、 あね、春休みの時期ですから ね、 ね、はい、ね、たくさんのお客様においでいただいてまして、はいはいはい、まあ、大体アリビラで1年間にお見えになるお客様っていうのが延べですけれども、うん、24万人のお客様、お見えになるんですね。24万人、はい、はあ、すごいね。まあ、ここをやっぱりですね、目指せ30万人みたいなところがある。24万人、アリビラだけで24万人っていうと、はい、本当に読みたそうにどれだけ人が来てるのって感じですね。そうですね、はい、なのでやっぱりそれをやって、うん、漁協さんとか地域資源をもっともっとやっぱりこう広げて伝えていきたいっていうところがありますね、うん、はい、そういう意味では本当に沖縄では、まあ、旅行となるとやっぱり海は欠かせないわけですから、はい、その海を欠かせないのもただ、ビーチで泳ぐだけではなくて、はい、そういういろんな体験を読谷村では、はい、漁協さんも一緒になってこうやってるということで、そうですね、ますますそういう連携必要ですね。そうですね、その連携がやっぱり、うん、こういった いろんなですね、はい、相乗効果を生んでるんじゃないかと思います ね、うん、そうですね、私も、もうリピーターの方がやっぱり、ね、はい、すごい多いので、ね、はい、沖縄自体もリピーターね7割はい、弱いらっしゃるということですから、そういう意味ではホテルニコアリベラさんにおいてもやっぱり当然それぐらいの割合でリピーターいらっしゃるわけでしょ、はいはい、うでね、今年の初めに中国から見えになった方たちを、うんうん、はい、
漁協にお連れして、で定置網を体験させていただいて、私も ご一緒させていただいたんですけれども、喜んでましたね。すごい喜んでましたね。中国、まあ、海でこういったレジャーされる方が少ないらしくて、そうですね、中国で海洋レジャーは少ないですからね。で実際あのテイちゃんに乗ってもらって、かなり感動してました、ね。はい、もう北京からの方だったんですけどね。北京はね、海はあるんですけどね、海岸リゾートはないからですね。はい、はい、まあ、そういう意味では沖縄なんか来ると本当に別世界だと思いますよ。そうですね。そんな中でテイちゃんにしてんなんかね、もう全然でしょ、あんな目の前でこんな魚が取るなんて。いやもうとにかく朝日が昇ってくるあの黄金の海、あの読谷の、あの、この海岸線が綺麗なんですよ。で特にあの朝日が上がってくる時間帯には船は出ていきますんで、この美しい海岸線を見ながらこうね、この漁場まで向かう、もうこれだけでも感動してもらってですね、で実際あれだけの大きな定置網を上げて、で魚がこう上がってくると、もう余計もう興奮してですね、ワクワク興奮でしたね、すごいね。いやそういうこれはね、別にその中国の方でなかろうとね、やっぱりそれは感動もんだと思いますよね、あの小さいお子さんの方もとっても喜ぶんですけど、大人の方が乗っても、みんな本当に楽しいって言います。いや興奮しますよね、はい、はあ、すごいね、魚釣りで魚を釣り上げるあの瞬間の何百枚もあるはずですからね、一発であんなたくさんの魚、そう、ね、先日だってミジュンがね、ミジュン11トン、あのその時もね、朝、あ、そうそうそう、ね、中継をさせていただきまして、いち早く地域の皆さん方に、お伝えすることができて、あの時あの、まあ、つないだ時は、まあ、5トンぐらいだろうということで、あの番組の中で話したら、でその後、もう水揚げしてもどんどんまた上がってくるんですよ、はい、は倍11トンですすごいですよ、ね、広くですよ、読谷漁協、ね、あの晩ミジュン刺身で僕は前津さんがね刺身うまいよって言うから、うちの親父がね、そのラジオ聞いてたらしいですよ、そのままこう海に行って、漁協行って、ミジュン買って、あ、夜はミジュンの刺身いただきました、食べました、めっちゃ甘かったやっぱり、ミジュンは、あの海中の方々はもうやっぱりあのミジュン大好きなんですよ、で、あの特にあの刺身でですね、やっぱりその日の新鮮のうちは刺身がいいってことで、あの私おすすめです、ミジュンも、あれうまかった、あの骨切りっていうんですか、そうですね、あの細かくね、もう中骨取らないです、そうそうそう、取らないで、でもう骨切りにして、薄くあのスライスしてですね、やればそうそう、もうそのまま全くその通り、これミジュンってイワシの仲間ですか、イワシの仲間ですね、小さい方だよね、あの魚的にはね、ヤマトミジュンは割と大きい方ですね、割と大きい方、大きい方、はい、あのイリカミジンってちょっと小さいミジュンもあるんですけど、あのテイチャミハイルあのミジュンは割と大きい方のミジュンです、はい、俺ねミジュン魚そのものは見てないわけよ、刺身の見てないので、あ、小さいのかなと思った、あ、そんな大きかったんだ、結構大きいです、20センチぐらいあるんだね、はい、あります、あります、はい、そうなんだ、すごい、でもね、本来であればもう5月にの子供の日のゴールデンウィークの声を聞くと大体ミジンが上がるということなんだけども、今回は4月にね、1ヶ月ぐらい今回早いと、はい、早いですね、まあ、あのミジンが上がると本格的な漁の到来が来たということで、あの夏のですね、あの初夏の到来を告げるのがミジュンということで、あのみんなこれが上がると海地の皆さんもやる気が出ると、今年も頑張るぞというふうにねなるほど、なるわけですね、はい、もうすでにもそういうふうにね、はい、なっていただいているということでありまして、今日はね本当にこう、なかなかね、海の話題、はい、しかもね、はい、漁とか、はい、そういうものの話ってなかなか聞けませんが、そうですね、はい、この有平さんがね発刊しました、はい、人に出会う旅が一番面白いというね、本の中、今回は、この100ページにね、ぴったり100、はい、あ、そうなんですね、はい、100ページにですね、です、旬の魚を誰よりも早く味わえるのは最高の贅沢ですっていうことで、量はしないけどね、はい、だからよ俺思ったよ、なんで食べるものかなこのトップの、ね、項目が、ね、なんで漁協なのにって思った、食べるのは俺に任しとけそういうね、お話などを伺っていきたいなと思っております、はい、今日は読谷村漁業協同組合から前田明さんをお迎えしてお話を伺っていきたいと思っております、どうぞよろしくお願いいたします、はい、さあ、ウリさん、はい、じゃあ今日1時間またね、はい、前さんのこう、はい、本に載ってない話題も、はい、
前さんは話題豊富ですので、はいはい、その辺をちょっと引きずり出していきたいなと、はい、聞きたいこともたくさんありますね、はいはい、よろしくお願いしたいと思います、はい。お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ、今日のゲストは、ホテルニコアリベ、失礼しました、ホテルニコアリベだから、ウリュウさん、そして、ユンタンソン漁業協同組合より前田明さんをお迎えしてお話を伺っていきたいと思っております。よろしくお願いいたします、はいはい。さあ、ウリュウさん、はい、まあ、あの今回ね、もう、始まったのが2月ですからね、はい、スタートしまして、はい、もう2月が過ぎ、はい、もうそろそろ半分ぐらいに来たわけなんですけどもね、はい、これ、まあ、6月まで前さん、はあ、全員生まれてるんですよ、はい、毎週水曜日に、はい、私はこれ本になるっての知らなかったんですよ。え、そう、知ったのは友達から、うん、あの、うん、スタヤに出てるけどって言うからなと思って、そうなの、スタヤで売られてるっていうこと自体がもう自分びっくりで。なるほどね、はい、でも確かこれ最初一番最初のあの、はい、あのこの、うん、取材、はい、うんうん、私が一番だったんですよ。そうですね、はい、あ、そうなんだ。で、それからこう、はい、すごいね。しかしね、本当に前さんね、この本に書かれている通り、本当にこうね、魚を食べるのが好きだということ。魚を食べるのは好きですね、はい、中身も結構食べる話も結構多いですね。多いですね、まあ、あの量なんか魚を取るという話ではなくて、うん、はい、取った魚をどうするのかというね、こんな人は美味しいとかいう風なね、はい、中身の話になっていたりするわけなんですけども、まあ、これのぜひね本も読んでいただきたいと思いますが、まずまあ、先ほどからちらっと出てましたヨミタン漁協っていうのがどういうところなのかということをね、このコーナーでちょっと伺っていきたいなと思うわけなんですけども、はい、あの、まあ、ヨミタン漁協、うん、あの場所は富谷のですね、漁港にあるんですけど、うんうんうん、昔からですね、はい、このねサバニーでですね、うん、漁をやってる時代から、今日に至るまでですね、うん、まあ、どんどんこう変化してきまして、はいはいはい、で昔はあのどっちかというと閉鎖的な、うん、漁協のイメージも強かったと思うんですけど、年々こういったあのダイビング、ジンベエザメを、やるとか、うん、であのミンチ食堂ですね、鮮魚直売店、すごいね今人気ですから、はい、で定置網観光ということですね、うん、どんどんあの広くたくさんの人にですね、うんうん、親しんでもらおうと、はい、まあ、普通 の, あの漁協にないようなですね、うん、確かに、雰囲気があると思います。そ う,、ね、はい、うん、そうですよね、このなんていうんですか、あの今言うの店だったっけ、
はい、あの富山の宮と湯の店、湯の店、湯の店、はい、湯の店、はい、はい、あ、そうそう、今湯の店、湯の店ね、湯の店ですね、そうそう、湯の店、あれはいつ頃からできましたかね。湯の店はですね、昔なかったよね。平成4年からあったんです。あったの？平成4年からあったんですけど、おうおうおう、あのそんなにまでやっぱり人来なかったんですね。あ、でこれをなんとかあの、うん、こうね、お客さんもたくさん呼ぼうということで、うん、いろんな取り組みをやってきて、徐々に徐々にこう人も来るようになって、あ、なるほど、であの、まあ、ジンベエザメの方もお客さんもどんどん増えて、うん、もう今本当7月8月になるとこの観光シーズンはですね、うん、いっぱいです。へえ、すごいね。いっぱいですね。いや、まあ実はね、まやさんも俺も富山に住んでるもんですからね、はい、もう小さい頃から富山の港で遊んだ、まあ、俺一緒に遊んではないんだけどね。もうなんかその海に対する思いっていうのはやっぱずっとあったんですか。あ、まやさんやっぱり海って、うん、だって朝起きたら波の音が聞こえて、で寝る時も波の音が聞こえたじゃない。あ、ね、うん、確かに ね、うん、いつでもこの海と一緒に、はい、生活してきたっていう ね、うんうん、ありますね、思いがあるんですよ、ね、うん、で私はやっぱり机に座って勉強するの大嫌いで、単語帳を持って富山の港に行って、ええ、こう暗記してました勉強。おしゃれだね、おしゃれだね、うん、いや、やっぱそれだけ海の近くにいると、はい、うん、この頭の回転の無力なのかな。山田さん頭がいいんだ。何言っちゃう。頭はそんなに良くないですよ。私は。いやあの、はい、ね、ウィンチおじいとかほら発想が素晴らしいでしょ。うん、あ、前のね番組でね、もう物語をね、はい、空想の世界を作ったりとか。あの昔ウィンチおじいの話のですね、はい、あのファンだったそうですよ。これは。あ、そうなんですか。ファンで。もうね、本当にくだらない話。くだらない。本当にくだらない話ですよ。もうそれをね、はい、もう真剣に話してるもんですからね、はい、もうこれがおかしいわけ。もう話の内容よりもね、なぜこの話をねこんな真面目に言えるのかなっていうところがおかしくて、この正確さが素晴らしい。まあ、うんうん、まあ、でもあれは、うん、あの結構もう一生懸命考えて、で毎週毎週あのまあね、番組やってたから、ね、うちの番組9週と作ってですね、そうそうそう、なかなか内容もコーナー、うん、コーナーがあってですね、うん、今でもね、自分いい番組だったんじゃないかなと。まあ自分ながらに番組の話まだ置いときまして、はい、まあ、それぐらいその海が好きだったっていうことでありまして、はい、で前さん自身はその漁協にお勤めになったのはいつからなんですか。平成4年からですね。平成、あ、じゃあちょうど先ほど言ってた湯、はい、の店、 そ、 うです、それと、うん、定茶網、今の定茶網が入った年なんです。定茶網は平成4年から、はい、あ、だから平成4年っていうのはいろんなことがあったんですね、みたいな漁協がね、定置網が設置され、飯の店が出来、で前田が明が入った と、 ったと平成4年に読谷の海が変わったんだ。読谷の漁協が、漁協 が、 漁協が、まあ、何か転機になってくる年だったんじゃないですかね。すごいね、はい、でも最初の頃っていうのはやっぱ定置網ができたからといってすぐ魚が取るわけじゃなかったわけでしょ。いや、そう、取れてました。え、最初から すぐ取れてました。すごい、もうすごかったです。私入った時に、うん、もう毎日のように県魚類にこの魚コンテナに積んで、はいはいはい、で県魚類に出荷しても、それも何トンですよ、何トン。へえ、毎日毎日。それってじゃあ本当に定置網ができてからは、はい、もうこの 漁獲量っていうの、もう魚の量っていうの、もうすごいです。弓谷漁協 の、 うんうん、魚の漁獲の約7割は定置網なんですよ、はい、へえ、はい、でまあ160トンの水揚げがあるんです。そのうちの100トンは、はい、うん、定置網なんですよ。へえ、それだけすごいんですよ、定置網は。すごいね、はい、これってじゃあその平成4年からもうあまり変わらない。変わらないんですよ。もうほぼ100トンぐらいずっと上がってくる。これがだから全国的にも珍しいらしくて、はあ、で定置網っていうのは一箇所に設置すると、うんうん、10年に1回やっぱり場所を変えないと、はい、やっぱり漁獲どんどん下がるらしいんですよ。へえ、あ、そうなんだ。ただ海端の定置網だけ同じ場所にずっと設置されてるもんですから、変えてなくて、変えてなくて、だから全国的にも珍しいっていうふうには言われてますね。他のところにも定置網っていうのはあるんだ。九州でもだって、うん、もう北海道行っても定置網は、うん、あ、そうなんだ、あるわけですから。へえ、うん、なんか弓谷のその定置網ってなんか大きいんでしょ。大きいです。ですね、県内では もちろん最大、うん、最大、九州でも、5番の指に入るぐらいの、はあ、東京タワーを横倒しにしたら、うん、
定チャミに入るんですよ。東京タワーって333メートル、これが横にしたら入る360メートルあるんで。うわすごいね。もう本当にでっかいんですよ。いつか入れましょうね。何をですか。タワー東京からいやできないできない、ね、360メートル、それだけでっかいんですね。360メートルの網を毎回上げてるんですか。その、まあ、箱網、第二箱網っていうところですね。あ、上げるんで、あ、分かれてるわけだ。網も分かれてるんですね。あ、なるほどなるほど、はい、運動場第一、なかなかその仕組みが知らないからね。そうですね、まあ、その一部をじゃ上げるわけ。そう、最後にこの水揚げする網があってね。あ、なるほどなるほど、そこをこう上げてくるんですね。あ、はい、なんかこう入っていくんですよね、船でその網の中にね入っていって、はい、へ、まあ、普通だったらペラが巻くんですけど、うんうん、うちの船は、うん、そのロープの上からでも通れるような、あ、そういう船になって、この、ダイハチウミタマル、ダイハチウミタマル、そうなんだ、はい、あ、そういう風に作られてるんだ、うん、作られてるんですよ。なるほど、素晴らしい、うん、でそのダイハチウミタマルも、今やこうすごい第七弓タンマルからもう新たに8に変わって、第8に変わって、なんかすごい設備も、新造船で、ね、設備もすごいし、はい、なんかテレビモニターとかもついてるって。そうなんですよ、大きいですよね、すごい漁船にテレビモニターがついてて、そこから漁の仕組みの DVD が流れるんです、はい、へ、あ、じゃあ行く間に、はい、そのケイチャミの皆さんに説明ができる。そう、説明を DVD から。なるほど。で座席シートに座って、うん、へ、でそれを見ると、はあ、ちなみにですよ、はい、この定置網を観光するのにはどうやったらできるんですか。あ、直接読谷漁協に電話でこう申し込んでいただきましてですね、で前もって予約していただければ、はいはいはい、どなたでもできると。できます。ちなみに料金はよくらいですか。あ、観光は大人が2000円ですね、はいはいはい、小中学生が1000円、はあ、高校生が1500円となっております、うんうん、はい、これで読谷漁協の、ね、ご連絡いただければと、はい、いうことでございますので、電話番号が、うん、956-1640 956-1640です、はい、956-1640 ね、はい、ご連絡ください、ね、ぜひともよろしくお願いいたします。それからもちろん定置網だけじゃなくても、先ほど の, そのジンベエを見たりとか、そういうのも、まあ、お問い合わせいただければ、はい、いろいろとご相談もできるということ で, できます、はい、またね、先ほどアリビラさんの方からも釣りのお客さんも多いってお話されてましたけど、はいはい、それも可能です、ね、はい、うん、もう年々増えていってますね、やっぱり釣り、沖縄で来たからには船に乗って釣りもしてみたいっていう ね, そうですね、お客さんの要望っていうのは年々増えてますね。うちの操車人が着任して、うん、はいはいはい、まず体験しようというので、え、一緒に釣り行って。そうでしたね、はい、結構乗られてますよね。釣れるんですか。釣れましたね。釣りってあんまりやったことないからな。まあ、食べる専門でしょ。前さんと結構似てる。ああ、そうなんだ。結構共感ありましたね。あ、そうですか。はい、結構近場なんで、うん、釣れるところも。あ、そうなんですか。はい、割と短時間で、ね。そうですね。ちょっとだけ楽しみたいという方でも。はいはい、で、気軽に海からアリビラが見れるんですよね。あ、そうそう。すごい綺麗です、ね、これがまた。そうそうそう。海から見るアリビラって本当綺麗ですよね。綺麗ですね。ちょっとまた違う。やっぱり海岸線の中に立つ白亜と、そして赤レンガの、ね、うん、色が象徴的で、ね、なんか沖縄じゃない感じがするもんね。そうですね。そうですね。まあそういう意味ではぜひね、読谷村漁協協同組合、ね、漁協協同組合、こちらの方に問い合わせいただいて、ぜひ定置網船にも乗っていただきたいということでございます。よろしくお願いしたいと思います。一旦コマーシャルさんで、次のコーナーは前田明さんに任せたいと思います。どうなることか心配です。どうなることか。
はい、お魚情報のコーナーでございます。富山の港湯の店よりまず鮮魚のコーナーですね。本日ガチュンがございます。ウリュウさん、ガチュン、目味なんですけど。ガチュンって言うんですか？目味。目味、はい、方言でガチュンって言うんですね。まあ、刺身がもう何たってですね、はい、おすすめなんですけど、あと塩焼きですね。バター焼きなど、はい、ぜひガチュン、はい、おすすめですよ。今日買いに行けばありますか？今日ございます。あとカマスですね。カマス、これも塩焼きですね。非常におすすめです。もちろん第8読谷丸で、水揚げされた新鮮な お魚でございますので、はい、ちゃんとメモしていきます、はい、で続きまして、刺身のコーナーですね。赤くコーナーあるんだ。あとマグロですね。イカ、タコ、はいはい、今晩の夕飯の一品に漁協の新鮮なお刺身はいかがでしょうか。で本日は唐揚げですね。唐揚げ、こちらの方にもガチュンの唐揚げがございます。で案外朝ですね、この唐揚げの方ですね、求めるお客さんが多くて、ぜひお早めにお買い求めいただきたいと思います。午後からちょっとなくなったりする可能性もあるんでですね、早めがいいと思います。でその他商品ですね、もう有名になりました、ウミンチュ自慢のもずく丼、はい、つるっとした食感が子供から大人まで人気の商品です。あと最近ですね出た商品なんですけど、グルクマの甘辛煮ですね。これはグルクマを醤油ベースでですね、甘辛く骨まで食べれるようにして あります。ぜひこれもおすすめです。これ食べたことないかも。はい、で最後に、ウミンチュ食堂において、ウミンチュ自慢の食事のメニューの紹介です、漁協ならではの味、イカスミ汁、味は最高、魚汁、いろいろな海の幸が乗ったウミンチュ丼、ドーンとマグロのカツが乗ったマグロカツ丼、海を眺めながら漁協ならではの味をご堪能ください。富山の港湯の店より本日のお魚情報でした。これ結構最後まで聞きたいな。はい、ということで、前田明の当時は第7読谷丸という、ね、番組をやっておりましたけども、で、まあ、その時に番組やってくれっていうことで、はい、もう最初お断りしたんですよ、はい、うん、もう絶対できないからっていう、めっちゃ口下手だったね。もうできないっていうことだったんですけど、もう笑うぐらい最後彼がですね、うん、前田さん番組の中で番宣していいよと、ウミンチュ食堂の宣伝もどんどんやっていいから、だったらどんな味ですかって言われて心がグラッと揺れてる。これをやるために自分は番組を持ったんですよ。でもね、あれはね本当ね、当時漁協の情報なんか全然入ってこないし、はい、なんか魚がね、どんな魚が取れてるかって、やっぱり弓田の地元の人たちがまず知らない、はい、それをね、やっぱりぜひ、まずやってほしいなっていうことをお願いして、うん、そうですよね、まあ、人選はちょっとミスだったかもしれない。最初の自分はあれだったんですよ、ゲストみたいなあれで感じで出てたんですけど、いつの間にかパーソナリティになって、であとミキサー触るようになって、曲を自分で書けるようになって、もう途中までパニックってました。もうでもね、今みたいに本当に地元のね、今だったらね、僕はねもっといいと思う。何がですか？いやいや、前田さんがやるってじゃなくて、漁協の今の情報ね、お魚情報、お魚情報ですね、こういうのは絶対俺いいなと思うね、はいはい、今はね本当に今さん忙しくなったんで、もうそこまではできないかもしれません、うん、でさっきほどみたいにそのね、大量になった時だけね電話中継をね、はい、入れてもらったりとかして、はい、地域の皆さん方に情報をお伝えするんですけども、うん、こうやって今日みたいに平日でもね、こんだけのお魚、旬な魚がね、はい、
いただけるわけですからね、うん、もうこれから時期なんでね、うんうん、4月からもう7月までも最盛期なんで、次また何が入るかわからんよ、すごいよ。だってこれまでも、なんか新聞に載ったのとか、今新聞ザタって言おうとしたそうないか、すいません、新聞にね掲載されたものとか、たくさんあったじゃん、マグロ、カジキ、カジキ、カジキ、マジキすごかったですね、あれすごかったです ね、280、350キロ、うん、あれ記録なんですよ、読谷漁協の。へえ。でその時もうこれを測る思い、測りもなくて、はい、女村漁協に測り借りに行って、でたまたま現場工事が入ってて、タイヤシャボで釣ったんですよ。あ、そうなんだ。でそれがなければすごいな、測れなかった、測れなかった。もうでっかいでっかい、350キロ、うん、恐ろしいですね、本当ね。ですね。ちなみに僕他の人からも聞かれたんですよ、はい、350キロあのカジキ、はい、一体その後どうなったんですか。それがみんな知りたかったみたい。あれですね、翌日、はい、ブロックにして、で、まあ、直売店が鮮魚とやの家の店が9時からオープンなんですね、はいはいはい、そしたら2時間で完売したんです。へえ、そんな、売れたもんなんだ。売れました。はあ、すごいね。やっぱり好きな方は好きなんですよ。はあ、こういったのがもう美味しいっていうのが分かる方はもう普通な方が必ずいるんで、ましてはね、新聞になった350キロカジキ、はいはい、これだよって言われたら、やっぱり俺だって食べたくなりますもん。ね、自分も買うつもりでいたんですよ。で、直売店に入ろうとしたら並んでるんですよ。だって職員が並ぶわけにいかない。まあそれはそうだね。やっぱりお客さん優先ですからね。そういうところからね、買いに来る奥さんもいるんで。やっぱりね、いらっしゃるんだね。食べたかった。ねえ、もう去年でもマグロの大量であったりとかね。そんなのもたくさんありました。そういう意味では今年の夏もまたね、これからまだ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 ね、まだまだ上がると思いますよ、スタートでしょうから、そういうお話でありましたけども、まあ、番組のお話はちょっと、ほっといてですね、また次ちょっとね、次の時間で伺っていきたいと思いますが、さて、ウリさん、まあ、本のね、はい、この、アリベラが出しました、はい、人に出会う旅が一番面白い、はい、このね、100ページ16番目に、はい、読谷村漁業協同組合前田明というふうに言ってるわけなんですけども、はい、まあ、この話の中にもあります通り、はい、もちろんその食べ物がね、はい、前さん結構こう PR されてるわけなんですが、はい、やはりその平成4年にその前さんが、まあ組合に入られてからもいろんなこう試行錯誤しながら世にいろんな商品が出てきたわけなんですけども、やっぱり私たちこの時間にもお伝えしなければならないのはやっぱりもずく丼ですよね。先ほどもちらっておっしゃってましたけど、はい、あのスタートっていうのはうん、その前にマースニーっていうですね、ありましたね、商品がありまして、はいはいはい、でこれがきっかけだったんですけど、たまたまコーポ沖縄さんとですね、お知り合いになりまして、はいはい、でまあこれまで全く取引がなかったんですけど、このマースニー、はい、でムラジが大量したんですね、うん、でこれをなんとか商品化しようってことで声がかかって、はい、でこれをその当時県庁の方で、記者会見して、はい、売り出したんですよ、はいはい、そしたらこれが1週間で3000パックが、完売して、でそれを機に、じゃあ次商品何かって考えている時にですね、沖縄県ではモズクが、生産量が全国一と、はい、ただ、モズクは酢の物でしか、普通ね、売られてるということで、小さい子どもたちが、酢の物は嫌いだということで、なかなか沖縄県の、特産品でありながら、このモズクが県内の、皆さん方に食べられてないと、これをなんとか小さい子どもから、大人の皆さんに、食べてもらいたいという強い思いで生まれたのがこのもずく丼なんですね。いや、あれはね、僕も最初食べた時はね、衝撃的でしたよ、はい、やっぱりもずくっていう味がもう染みついてるさ、はい、酢のもので、酢のものでね、でもずく丼を食べた時に、はっ、もずくってこうやって食べれるんだって、私も恐ろしく食べました。ね、本当ね。だって最初見た時なんか黒くてさ、はいはい、って思ったんだけど、でもお野菜とかが入ってね、はいはい、鮮やかになりました。太もずく、沖縄県のですね、太もずく、これはもう本当に芯のしっかりしたもずくをたっぷり入って、あとひき肉とですね、でお野菜が入ってまして、味は醤油ベースなんですね、で醤油ベースでやっぱり日本人が好きな好む味で、でこのもず
つくとですね、ひき肉とお野菜の味がですね、はい、もう非常にマッチしてて、でもうご飯が進むんです。相性がいい、ご飯との相性がぴったりで、本当に思う。食欲がこうない時でも、うん、もうご飯と一緒にツルツルっとこうね、喉越しもよく食べれるということで、本当にこれはね、はい、このもずく丼っていうのはもう画期的なもんですよね、本当ね。そうですね、あの冷凍食品が月2000パック売れたらヒット商品っていう言われる中で、実はこれあの当初、最初の年だけで10万パック、うん、もう2000パックどころじゃなくて8000パック以上ですね、月売り上げたんですよ。すごいね、これまだ今でもずっと売れてます。あ、素晴らしい。これはあの子どもたち の学校給食にもね出されて、それでその人気も高くなったっていうこともね、そうですね、新聞にも報道されてましたよね、はい、当時ね、あの子どもたち の給食のメニューでこれが取り上げられたということ で、うん、はいはい、で小さい子どもたちもやっぱりもずく、新潟の子どもたちも、あ、もずくとも言えば美味しいんだっていう、ね、そう、今沖縄では変わりつつあるんですね、はいはい、もう多分ね変わってると思う、俺も思う、ね、うん、普通にだってさ、もずくのことを食事その料理の、うん、あのメニューとして、はい、もう植え付けられてるよね。そうね、あの、うん、なもう一品ですよ。そうそう、もずくがね、もずく丼としてね、うん、本当にそういう意味では本当にね、ここまで持ってくると商品開発っていう一つのね、大きな素晴らしいその事例になったんじゃないのかなと思うわけなんですけども、うん、その後もずく丼からどうですか、はい、その後、はい、影響としては、うん、向かい側の方には住屋さんっていうね、はいはい、かまぼこ屋さんがあるんです、はいね、それそちらのまあまあ、うん、あれなんですけども付き合いがなかったんですよ、うん、あそれもね、なんと目の前にありかまぼこ屋かまぼこ屋さんになのに付き合いがなかった、はい、たく付き合いなかったんですけど、うんうんうん、こういったあの商品開発からのきっかけで住屋、はい、さんの方が読谷、はい、漁協のあの味順をね、使ってかまぼこにしたいということで、うん、でそれから付き合いが始まるようになって、はいはい、はい、なんとあの某、うん、あのコンビニのですね、はい、おでんの具材として、うん、爆弾ジューシーっていうのが、はい、できたんです。そうだね、確かに、そうそうそう、あれ炭屋のかまぼこ、そう、そう、読谷のかまぼこなんだ、あれ。そうなんですよ、あれこれ知ってる人あまりいないね、あれ漁協と、うん、あのこの有名なこのコンビニが一緒に共同でやったあの商品っていうのは初ですよ、県内でも初ですよ。すごいね、いや、読谷の商品ってすごいね。そうなんですよ、はあ、でもぜひね、そういう意味では読谷の本当に、旬な味をいただける、うん、もちろん漁協でもそうなんですけども、その生産側も、いろいろこう、まあ、住谷のかまぼこもそうだし、またいろんなところと連携してるじゃないですか、あのオキャムさんとかだったりとかね。そうですね、まあ、オキャムはあのもずく丼の方ですね、作ってもらってますからね。そうそうそう、だってハム屋さんがあの水産の加工品を作るんですよ。これも、ね、あのありえないことなんだんですよ。確かに言われてみたら、あ、普通に俺らが工場みたいな感覚だったんだけど、うん、そりゃそうだね、沖ハムですよ、沖ハムだからね。確かに言われてみたらそうだね、うん、これもすごい。だからこういうその農商工連携っていうんですか、はい、そうですね、うんうん、農商工連携の中にその水産も入ったという、水産も入ってる、水産もですね、ね、はい、これが読谷の新たな特色ですよね、前さんね、うん、あれがきっかけで、でも本当県内であのいろんな農商工連携の商品もうどんどん増えましたから ね、はい、素晴らしい。本当にそういう意味ではね、石嶺村長もね、この6次産業化ね、もう本当に全国では6次産業化って歌われているんだけども、そのなかなかこの利益を生むことができないというのが今、メディア上でも取り立てされているわけなんですが、そんな中でも読谷村はいや、それでも6次産業を目指すんだっていうのは、うん、こういう基盤があるから、そうですね、なんでしょうね、うん、やっぱり人とね、はい、人とのこのつながりがですね、大きな、まあ、村の活性化につながっているんじゃないかなというふうに思いますね、うんうんうん、素晴らしい、はい、ただ美味しい魚を食っているだけの前だけではないという感じが今しました。証明できましたかね、少しは。素晴らしい、コマーシャルです、はい。
はい、波情報のコーナーです。4月8日水曜日、旧暦で2月の20日中潮となっております。本日満潮が午前8時56分、干潮が午後3時24分、風は北の風のち北東の風、風速は12メートル、波は4メートルのち3メートル、お天気は曇りのち雨の予報となっております。明日木曜日の予報です。明日は中潮、満潮が午前9時28分、干潮が午後4時2分、風は北東の風のち北の風、風速は9メートル、波は3メートルのち2メートル、お天気は曇りのち晴れの予報となっております。船舶で航行中の皆様、本日本島地方の沿岸の海域波は高くなっております。くれぐれも安全操業安全航海でお願いいたします。4月8日水曜日、本日の波情報でした。ゆりさん、はい、なんで波情報の BGM がわらび紙なのか。わらび紙あ、これですね、あの第7ユニタン丸でこれ後ろでバックミュージックでかかってたんですよ。はい、そうです、はい、これが大好きですね。あ、はい、歌はいいですよね。歌はいいですよね。素晴らしい、全然素晴らしいですけどね。美佐子さんのこの歌と曲にね、私の声が乗って、ね、前田明の声で、声が乗って、しかも中身が波情報で、波情報、これを大切な情報なんですよ。いや、の皆さんに情報とても大事ね。はい、あ、それぞれはね、あの大変美味しいんですよ。はい、美味しい。今モスクドリブが叩いてるんだけどね。なるほど。美味しいね、それが合うかどうかっていうことです。そうですね。まあ、もずく丼は成功した事例かもしれないけど、この小茶美佐子さんのわらび紙と前田明のナビ情報がミックスした、これは多分コープでも売れなかったですね。いや、あの地元では大ヒットしてるみたいですよ。あのかなり好感度高かったみたいですよ。はい、はい、ありがとうございます。いや、でも、でもね、実は私たち FM タもですね、この海の情報ということで、沖縄県、まあ、全国でもあまりないらしいんですけども、海上保安庁、はい、第11管区と、はい、情報協定を結んでおりまして、はい、常にこう、海上情報が、ね、はい、入ってくるようになっているんですね。はいはい、それで私たちもまた朝、その情報を伝えたりとか、はい、したりしておりますので、そういう意味では、本当にね、船で海に出られている方々も当然ラジオを聞いてもらいたいんですけども、うちの親父みたいに、はい、隣にクジラがいても関係ないグルク一生懸命撮ってる親父ですから、はい、そんな人たちにラジオを持って行ってっていいと思う国なので。でもその、いや、聞いてるらしいですよ、お父さん。あ、聞いてるかな。海の上ではもう電波パンパン入るって、うん、あ、そうそうそう、あ、そうですか。そう、なーね、うん、海域ほとんど聞こえるということなので、うん、はい、海の皆さんが、海の皆さん方にもぜひ聞いていただきたいと思いますが、実はなんでそれをやるかというと、陸上にいるご家族の方にその海の情報も伝えておきたいなと、はい、で万が一の時あった時は今、はい、携帯を大体持ってるじゃないですか、はいはいはい、で陸上にいる方が伝えることもできるだろうし、はい、ということで、はい、そういう海上情報も伝えていこうということでやっておりますのでね、はい、ちょこっと情報を入れておきました、はいはい、まあ、そういうわけで今日はね、先ほどの兄弟船もそうなんですけど、たった今お届けしました、わらび神も、はい、素晴らしいね、前田さんのね、前回、放送しておりました第7海たん丸という番組、ね、うん、応援団長前田ということでね、あの時は番組を担当しておりましたが、そうですね、懐かしかったんじゃない、今懐かしかったですね、うん、そういえばあのオープニングですけど、うん、第7海たん丸本日も出航しますっていう、あれ確かやってたね、あれ確か君がじゃなかった、ああ、そうそうそう、あのスタートでね、時報、うん、終わった後に、はい、それを言ってからやった方がいいよということで、はい、単なる始めますじゃなくて、面白くないからね、面白くないから、はい、
あの出航しますとかいいんじゃないってことです、はいはい、彼が、はい、そしてパーパーって兄弟船が流れるってねそう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 でした素晴らしい。またやりたくなったんじゃない。いやいやいやとんでもないいやでもね、うん、あのこれからもぜひねそういうあの旬な情報をね、ラジオ機の地域の皆さん方にまたねネットをご覧の本当にあの世界中の方々にね、はい、ヨミタンの海の情報をお伝えしていただきたいなと思うわけなんですけども、うん、さあまあいろいろとねお話してきて本当にあのそうですね本日も残りわずくなってきましたけど、ゲストの中曽根さん本日いかがでしたいやもう本当に頼もしい限りでございました。 ありがとうございました。私はゲストでしたね。ウリュウさんどうですか、はい、ねえねえ素晴らしいですね。素晴らしいですね。もう本当にこんなに地域ががっつりつながっているというか、うんね、うそうですね、はい、本当に地域ね、はい、あのね職種はね、はい、いろいろあると思うんですけど、まあこの人と人とのですね、はい、ねこういったあのいろんな関わりですね、はい、でそれが自然とできるのが読谷のね、そうですね、予想だと思うんでね、はい、ね全くもう私このラジオと全く関係ないの分野にこう本日来てますんでねもうそうそうそう。でもウリュウさん、まあね、うんはい、こういう形で、はいまあね、昨年発売されました人に出会う旅が一番面白いという、はい、こうね、はいアリビラから出された沖縄ユミタンソンの本なんですけども、はい、本当にこの本の中身の、はい24名のね、はい、皆さん方っていうのは、はい、このおいとり今日のね前田さんのように、はい、全然違うジャンルの方々が、はいはいはい、そうですね。はい、でも何らかの形で関わらせていただいていて、うんね、まあアリビラも読谷漁協でお魚を仕入れさせていただいて、うん、ああ地元の食材を、はい、そうなんですよ、ね。で食事に提供させて、そうもうその朝、はい、朝の競りに来ていただいて、で調理員の方が実際競り落として調理されてるということで、はい、なるほど。これもやっぱりアリビラならではの、ならではだね、はい。あのサービスだと思う。はい、競りに参加するホテルってな多分ないと思いますね。そうなんだ。はい、え普通にはないのこういうことって、まあ、なかなかないですね。へ、はい、うん、そうなんだ。やっぱりそういったこだわりを持ってるっていうのがやっぱりアリビラさんなんですね、うん、なるほどね、はい、でもねウリュウさんも先週もその話をされてましたけど、はい、やっぱり春の食材、はいね、料理っていうメニューを作る際にやっぱり地元の食材をうまく使っていくってやってましたね。それをやっぱり漁師の方からも情報をいただきながら、うん、あ、ね、なるほど、はい、で競りに行ってやっぱり前田さんとか皆さんと、うん、会話の中からやっぱり新しい料理が生まれてくる、うん、はい、なるほど、素晴らしい、ありがとうございます、はい、今日はまた本当にもうね昔懐かしい、おかしい話を聞かせていただきましてはい、ありがとうございました。さあもうエンディングになります、はい、前田さん、はい、最後になりますけど、はい、人に出会う旅が一番面白い、はい、ユミタンソンの面白い旅ってどこ。あ、やっぱり海ですよ。わあ、やっぱり海ですか。海、そう、もう絶対海、はい、特にアリビラのね、うん、海岸線というのはもう本当に私おすすめです、はいはい、そうね、素敵ですよね、あの辺は本当に手つかずだからね、うん、はい、そうなんですね。特にま、富山はねもう漁港があるので、まあ、こう防波堤を作ったりとかありますけれども、それ以外はほとんども昔ながらの場所ですからね、はい、やっぱり海、海ですよ、はい、海といえば前田またうちの親父の話を出すのもなんだけどねこの前前田さんがほらこの中継で出てたでしょ、はい、あの時にさ、うちの親父がさ、はい、あの前田喋るの上手くなってるよってまあまあそれぐらいにしときましょう。すいません、親父また今日聞いてるかもしれないから、あんまり言うなよっていうかもしれない。さあ、お送りしておりますユタンジャー出番ですよ。今日はね、人に出会う旅が一番面白い、ホテルリコアリベラさんから発刊されましたこの本、全国で発売されておりますので、ぜひともねお買い求めいただいて、前田さんのような素敵な方々に巡り合っていただきたいと思います。今日のゲストはホテルリコアリベラからウリュウさん、そして、はい、ユタンソン漁業協同組合前田さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた明日です。